はい、俺です。今日は、初代ファイナルファンタジーの、序盤における、金策と、経験値稼ぎについてちょっと動画を作っていこうかなと思ってます。ですね、それでですね、まず条件としては、まあちょっと自分の今のこのパーティー偏ってるんで、なんなんですけど、条件は、まず神秘の鍵を手に入れてるっていうことと、あと、この魔法で、全体攻撃を覚えてるということ。ラケ。ね。これがあれば、いくらか楽になります。でまあ、パーティーによってね、まあ赤だとか白だとかって入れちゃってるね、方だと、まあどんな風になるかってちょっとわからないんですけど、まあこのね、黒魔法がいる状況で、まあ、簡単でもないけど、まあちょっとね、その辺歩いてね、金策するとかね、普通に戦って金策するよりはちょっと早いかなっていう感じの、やり方です。じゃあそれでは行ってみましょう。で、まずここ、北のお城でしたっけ？アストスがいるお城。で、これ行くと、あそこの左の方に、まあ、左の方行くんですけど、こちら。ここの部屋。に宝箱があるんですよ。で、これ神秘の鍵がないと開かないので、神秘の鍵を手に入れてください、まず。で、ここだと、まず敵が必ず出るんですよ。で、レイスが出てきて、こいつらは、なんだろうな、麻痺をやってくるんで、まあ、ちょっと若干気をつけなきゃいけないんですね。で、若干気をつける部分と、あと、ポーションを、まあ、とりあえず持って、いっぱい持っててください。まあ、このポーションはね、まあ、自分のパーティーはもう回復がいないんで、ポーション、必需品なんで、とりあえずいっぱい持ってます。で、まあ、ラケをね、こう、ね、やっていけば全体的に行くんで、で、この出現、敵の出現の数がね、まちまちなんで、ランダムなのでね、なんとも言い切れないっていう部分があるんですけど、まあ、一回の戦闘でね、こんな風に、まあ、こいつら倒してみて、こんぐらい当てられるんで、ダメージも。一回で終わるんで、で、115、で、462。まあこれがね、4匹いました、5匹いましたって言ったら、この倍なんで、だいぶ楽になると思うんですよ。今とこう行けば、ね。で、先制攻撃取れました。じゃあね、ファイラとかね、ブジザラとかね、ふんだん使っていきましょうか。ね。まあ4人だからね、こう。ね、こうやって、すぐ終わるんで、この。で、終わったと思ったら、これだけ入るんで、だいぶ楽になります。で、もう一回行けばこう。で、また、まあ、ファイラ、サンダラとかね、ここ、バンバン使っていけばいいと思いますよ、本当に。ね、やっぱりね、自分もこのパーティーでやって、どうしよっかなって散々悩んだんですよね。で、沼の洞窟にいるピスコデーモンとかでもよかったんですけど、あそこまで行くのがすごいかったるくて、近場ないかなと思って、ここがちょうど良くて、レイスもね、こう、ある程度あるんでね。で、ピスコデーモンだと結構攻撃力が強いんで、戻るのもめんどくさい。ね、魔法の回数があるんで、このゲームは。魔法がね、回数制なので、こういうね、6回、4回、2回、あ、4回、3回ってね、なので、地上でね、なるべくすぐ戻れるようにしていきたいなと思って、やさきで考えてたところで、ここが一番いいかなと思ってます。ね。まあ、神秘の鍵、全体攻撃できる魔法を覚えてる。あと、ポーションを持ってくっていうこと。まあ、ポーションなくてもね、テントとかね、ああいう寝袋とかね、いくつか持ってればいいと思います。それではね、短いですけどね。この辺にしておきます。もしね、何かありましたらコメントだとかね、よかったらね、チャンネル登録とかね、していただけるとね、大変嬉しいです。じゃあ、それでは、バイバイ。またねー。